ままじゃいかん。ねえどうしたのおじいちゃん。このまま地球温暖化が進むと異常気象や生き物への影響が心配でいかんのじゃよキッコロ。じゃあどうすればいいの。まずは家庭訪問じゃな。家庭訪問。愛知県内にあるこのお宅はもうすぐ CO2 見える化装置の完成だ。自称天才発明家のパパとヨガと SNS にハマっているママ。アイドルを目指している姉。やっぱりカブトムシはかっこいいな。昆虫大好きな弟の4人家族で暮らしています。はいはい。はい、どちら様ですか。森蔵とキッコロが家庭のエコチェックに来たよ。おほん。ではまず地球温暖化の原因はわかるかな。なんだろう。あ、二酸化炭素が増えたから。正解。実はその二酸化炭素、つまり CO2 が地球温暖化の原因になるから、家庭から出る CO2 を減らさなくちゃいけないんじゃ。でも家庭からなんて大した量じゃないんでしょ。いやいや、一般家庭からは年間 2900kg の CO2 が排出されていて、それは 25m プール4つ分にもなるんじゃ。そんなに。じゃあどうしたら CO2 を減らせるんだろう。ちょっと貸して。CO2 見える化装置。説明しよう。 CO2 見える化装置は CO2 の削減量とその節約金額が分かってしまう装置なのだ。おこの装置でいろんなシーンを見てみよう。アイドル、私はアイドル。やっぱり奥歯がたもかっこいいな。ねえ、二人ともテレビ見てないなら消したら。見てるよね、お姉ちゃん。見てる。この後見たい番組もあるし。まったくもう。ちょっと待った。では、この CO2 見える化装置で見てみるぞ。なになに。テレビはこまめに電源を消すようにすれば、年間 9kg の CO2 削減効果で450円の電気代節約になるんじゃ。へえ、そうなんだ。他にも使っていないノートパソコンの電源を1日1時間切るようにすれば、年間 3kg の CO2 削減、150円の節約に。また古いテレビを買い替えれば、年間 68kg の CO2 削減、3620円の節約になります。さらに愛知県では家電製品の省エネ情報などを分かりやすく説明してくれる家電小売店を愛知省エネ家電サポーター店として登録しており、店頭などにステッカーを表示しています。はあ、長年の発明が森蔵なら一瞬か。ちょっとママ、いきなりカーテン開けないでよ。なんで？こんなにいいお天気なのに。その日差しが強すぎるから
カーテンで冷房の効果を上げてるんだよ。あ、なるほどね。でもカーテンで暗いからって部屋の電気をつけてたら意味がないんじゃないの？そっか。ちょっと待った。待った。え？ではこの CO2 見える化装置で。どれどれ。朝顔やゴーヤなどのつる植物で緑のカーテンを作れば冷房効果も上がり、部屋の電気をつけるほど暗くならないから、年間 12kg の CO2 削減効果で630円の電気代節約になるんじゃ。へえ、涼しそうで映えるわね。しかも緑のカーテンでできたゴーヤは料理して食べても美味しいんだよ。どれどれ。この苦味が最高。他にも昔からあるすだれやよしずをかけたり、省エネ効果があるブラインドも年間 8kg の CO2 削減、440円の節約となり有効です。蓋が開いてるくらいで大げさなんだから。大げさ大げさ、私は大げさって大げさじゃない。そこはお姉ちゃんの言う通り。言う通り。え？トイレ便座の蓋を閉めておくだけで年間 18kg の CO2 削減効果があり、940円の電気代節約になるんじゃ。そうなの？また、保温便座の設定温度を下げれば年間 13kg の CO2 削減、710円の節約となり、洗浄水の温度を低めにすれば年間 7kg の CO2 削減、370円の節約になります。うわー、おやつがいっぱい。僕はプリンにするけど、お姉ちゃんは？ゼリーもいいし、ヨーグルトもいいし、どうしよう。あ、奥の方にシュークリームもあるよ。ほんと？もう二人とも、いい加減にしないと冷蔵庫の中の温度が上がっちゃうでしょ。だってそこはママの言う通り。言う通り。え？冷蔵庫の中身は詰めすぎず、扉の開閉も短くするようにすれば年間 25kg の CO2 削減効果で1350円の電気代節約になるんじゃ。わあ、冷蔵庫の中がすっきりして映える。他にも古い冷蔵庫を買い替えれば年間 107kg の CO2 削減、5700円の節約になります。はい、パパお茶。ありがとう、ママ。あ、あれ。蛍光灯が切れたかな。ねえパパ、買ってきてくれる？わかった。いつもの蛍光灯だね。うん、お願いね、パパ。うん、わかったよ、ママ。パパ。ママ。パパ。
まあまあ。ちょっと待った。待った。え？例えば10畳ある部屋の照明を蛍光灯から LED にするだけで年間38kg の CO2 削減効果で2000円の電気代節約になるんじゃ。そうなの？蛍光灯を LED に変えるとその導入前後でおよそ7割の消費電力量を削減できます。なあ、この部屋暑くないか？うん、暑い。エアコンの温度下げる？あ、頼むよ。最高だ。ちょっと待った。待った。え？夏の冷房は室温28度を目安に軽装で、冬の暖房は室温20度を目安に暖かい服装で過ごせば年間 42kg の CO2 削減効果で2250円の電気代節約になるんじゃ。しかし家でも熱中症になることがあるから無理はしないこと。はい。エアコンは扇風機などで室内の空気を循環させると効果的です。またエアコンを使うときは襖などで部屋を仕切るようにすれば年間 309kg の CO2 削減、16,360円の節約になります。他にもエアコンフィルターをこまめに掃除すれば年間で 16kg の CO2 削減、860円の節約。古いエアコンを買い替えれば年間 89kg の CO2 削減、4700円の節約になります。私はアイドル。ちょっと待った。待った。え？家庭でのエアコンは別々の部屋で使わず一つの部屋で涼しさや暖かさを分かち合うクールシェア、ウォームシェアなら CO2 の削減や電気代の節約になるぞ。シェアスポットとして登録されている公共施設や商業施設などを利用すれば年間 65kg の CO2 削減効果で3450円の電気代節約になるんじゃ。そうなんだ。お風呂お先、次誰入る？今のうちに入っちゃいなよ。お姉ちゃんの後でいいよ。じゃあ先に入るか。私ももう少し後がいいな。でもお湯が冷めちゃったら追い炊きしないといけないじゃないか。そこはパパの言う通り。言う通り。お風呂は家族が続けて入ればお湯が冷めないし、シャワーも一人一人が短くするように心がければ、両方合わせて年間 123kg の CO2 削減効果で1万180円の水道光熱費が節約になるんじゃ。そんなに？また節水用シャワーヘッドなら水道光熱費でなんと
年間 259kg の CO2 削減、26,320円の節約になります。おーい、出かけるよ。はい、ちょっと待って。忘れ物はない？大丈夫。戸締まりはしたよ。エアコンは？あ、すぐ消してくる。もうママったら。ちょっと待った。待った。エアコンなどは電源を切ってもしばらくは室内温度が変わらないので、部屋を出る30分前に切るようにすれば年間 30kg の CO2 削減効果で1600円の電気代節約になるんじゃ。しかし家でも熱中症になることがあるから無理はしないこと。はい。みんな車に乗ったか？はい。じゃあ出発進行。ちょっと待った。待った。自動車を使うときはふんわりスタートなど10種類のエコドライブを実践すれば年間 590kg の CO2 削減効果で3万500円の節約になるし、何より大切な家族の安心安全にもつながるんじゃ。じゃあエコドライブで行ってきます。他にもエコタイヤを使えば年間 23kg の CO2 削減、1190円の節約ができ、移動手段に公共交通機関や自転車を利用することも CO2 の削減につながります。ただいま。ただいま。みんな、家庭のエコチェックはどうだった？楽しかった。ねえ、うちの CO2 はどれぐらい減ったの？おほん、今回紹介した取り組みの実施で年間 1850kg、 自動車利用を除いても 1240kg の CO2 削減効果があり、なんと年間11万4000円の節約になったんじゃ。すごい。うむうむ、こうしてみんなが暮らしの中でその意識や行動を少し変えるだけで CO2 削減につながるし、経済的にもお得になるんじゃよ。やったに、二人がし、二酸化炭素、二酸化炭素は CO2。 チェックチェック、エコチェック、家族で減らそう CO2、 家族で減らそう CO2。 愛知県では愛知地球温暖化防止戦略2030で一世帯あたり約3割、およそ 950kg の CO2 を削減する目標を定めています。今回紹介した取り組みを実践すれば自動車利用を除いても 1200kg 以上の CO2 削減につながります。他にも宅配便をできるだけ1回で受け取ったり、地元の旬な食材を使うなどの身近な取り組みで CO2 削減に貢献することができます。こうした一人一人の CO2 削減の取り組みが持続可能な開発に向けた世界の目標 SDGs の達成にもつながっていきます。地球に優しい社会づくりのため、みんなでできることから取り組んでいきましょう。
うむうむ。みんなも家庭のエコチェックを頼んだぞ。頼む。